日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。未だに桜なのか桜なのか分かりません。案内人の M です。桜のことをよくアリアと言い間違えちゃいます。カメラマンダブルです。はい、今日はですね、というわけでこちらの車桜についてまた皆様と一緒に見ていこうと思うんですが、今日見ていきますこちらの桜、グレードは先日の動画と同じ X グレードなんですが、ボディカラーがアッシュブラウンワントーンのモデルとなっております。というわけで今回の動画ではこのワントーンのモデルで、なおかつ内装も先日はアイボリーだったんですが今日はブラックということで、まあ、このワントーンモデルかつブラックの外装内装をじっくり見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。改めましてこちら日産サクラ X グレードのワントーンのモデルということで、同じ X グレードのサクラでもワントーンとツートーンではボディカラーがツートーンになっているだけでしょというんですけれど、結構変わるんですね。まず見ていただきたいのがこちらのフロント部分、こちらアッシュブラウンのボディということで、まあボンネットやこのバンパーがアッシュブラウンなのもちろんなんですけれど、見ていただくとここの部分ですね、今普通のブラックのバンパーになってるんですが、こちらツートーンのモデルでルーフがグレーのタイプになりますと、このバンパーの今黒くなっている部分もグレーになるんですね。はい、そして横に回りますと、もちろんツートーンのモデルになりますとこの横の部分ですね、このピラーからルーフにかけては別の色、カラーによりますが、例えば先日見たソルベブルーとチタニウムグレーのツートーンの場合は、まあ、この窓の部分から下がソルベブルーで、このピラーから上の部分がチタニウムグレーという2色構成になっていたんですが、まあ、もちろんこれはワントーン。先日の動画で見たツートーンの仕様、実は屋根が別の色になっている以外にこの窓から下の部分もツートーンになってたんですね。ダブルさん、どこの部分が色変わってたか覚えてますか？覚えてます。ここのここです。はい、そうですね、このホイールアーチの部分、このフェンダーのここの部分ですね、ここがルーフと同じくグレー、そしてここから下につながる部分、ここもですね、今このワントーンモデルですと無塗装のブラックの樹脂パーツになってるんですが、ここもツートーンのモデルは塗装されたグレーカラーになっていたんですね。でさらにリアの部分も同じくこのバンパーの下の部分、こちらワントーンですとブラックですが、ツートーンのモデルですとそのグレーカラー、ルーフと同じカラーになっていたりします。で実はこのサクラのワントーンカラー、ワントーンとは言ってもボディ色とそしてブラックのツートーン仕様になっていると言ってもいい。さらに見ていただきたいのはこの辺りなんですけれども、まずミラーですね、これちょっとブラウンとブラックで少し分かりづらいかもしれないんですが、ミラーのカバーブラックなんです。これはどのワントーンカラーを選択していただいてもミラーはブラック。そしてちょっとここ私気に入ってるんですよね、ワンポイントなんですけれど、このフェンダーの部分とピラーの部分の間にスッとここのピアノブラックのパーツが挟まってるんですね。まあ、ちょっとしたところではあるんですけど、なんかおしゃれじゃないかなと思います。で同じくピアノブラックになってるのがこの部分ですね、ここのルーフとボディの間の部分、窓からこうずっとリアの窓までつながっているここの部分もピアノブラックの、樹脂のパーツになっているんですね。ということでワントーンのモデルではあるんですが、ルーフが浮いて見える、はい、このピラーとフェンダーの間のブラックのパーツからこうずっと窓の部分もミラーもブラックになっていることによって、この横から見た時の窓の部分全体がブラックになっているということで、こう屋根とボディが分離しているような、そういうイメージのデザインになっていたりします。はい、続いてこちらインテリアですね、内装ブラックのモデルとなっております。 X グレードはブラックとアイボリー2色から選べるんですが、こちらブラックのモデル、まずシートの質感、生地感ですね、近くで見ていただくとちょっと表面がボコボコっとしているの分かりますかね、厚み感ちょっと立体感のある生地になっていて、なおかつこれちょっと分かりにくいんですけど、地味に2種類の生地を使い分けてますね。この、座った時に太ももから膝に周りに当たる部分とお尻そして腰に当たる部分、違う生地です。でこの辺りはちょっとボコボコのある生地感で、こっちも同じくちょっと厚みのあるしっかりとした織物系の生地なんですけれども、ただし凹凸はありません。
でこう凹凸のない凹凸のある座面、腰回りで、また背中の部分、ここは凹凸がなくなって、であとは、ちょっと柔らかめの普通のブラックの生地になっているという、こういう構成になってるんですね。サクラのシート、ブラックと一言で言っても 1,2,3 種類の生地がシートだけで使われている。はい、ね、なおかつインパネ、ドアパネル部分ですね、ドアのパネル、ここは、ブラックの通常のシボのパーツ、こういったスイッチ周りはピアノブラックのパーツになっています。でこの部分ですね、ここのパネルの上側部分は布地、ファブリックが使われています。布地が貼られた部分がこうドアのパネルから、そしてフロントにぐーっと回っていて、このナビ周りから、そして、はい、助手席の前の部分、ここまで全て布地が使われています。でこの布地なんですけれど、ブラックインテリアですが、よく見ていただくと微妙に青色、ブルーブラックというんですかね、パッと見黒なんですけれど、ちょっと青みがかった黒色になってるかなと思います。こういったところも、ただの黒で統一するよりも、こういった落ち着いたブルーカラーを使っているっていうのは、なんかインテリアのこの色使い、そういったところ私すごい好きなんですよね。ちょっと私気づいちゃったんですけど、はい、ここの生地がこの上まであるの珍しくないですか？確かに布地貼ってあるパターンはあっても、なんかこのラインの、このラインの部分で途切れて上は布地じゃないっていうパターンもありそうなんですけれど、これですね、上まで布が貼ってあることによって、ここからさらにぐるーっと回って、ここですね、この助手席前のパネルの部分も、ここも上までこうパッと見た時に見える部分がしっかり上まで布地になっているということで、こう全体的に布地、パネル全体が布地になっているような、この一体感が生まれているんじゃないかなと思います。はい、でこちらが後部座席ですね。後部座席はこの柔らかいブラックの生地感、フロントシートにあったこの肩から上の部分と同じ生地感で、はい、リアシートが作られています。こちらは生地の種類としては1種類ですね。ちょっと座ってみます。そうですね、座った感じもこう柔らかくしっかり体を支えてくれるような、そういう印象でして、結構感触はいいです。フロントシートは感覚としてはちょっとしっかりめの生地感で体を支えてくれる感じで、こちらはふわっと体を包み込んでくれる、そういう印象ですかね。これであれば後ろの席に乗って移動する、長距離を走るなんていう場合も結構快適に乗っていただけるんじゃないでしょうか。ということでいかがだったでしょうか。今回はこちら日産サクラ、日産の軽自動車の EV、 電気自動車のサクラのワントンモデルで、外装内装のデザインをチェックしてまいりました。これまでツートンのモデル、そして内装も、ホワイトとブラック2種類見てきましたけど、ダブルさん的にどうですか？私はホワイトの方が個人的にはあったかい感じして好きです。確かに女性はちょっとホワイトの方が好きっていう方多いかもしれませんね。私は割とツートーンよりもこのワントーンモデルの内装黒、まとまり感があっていいんじゃないかなっていう、そんな気もしちゃいますね。これ結構好み、人によって分かれる部分かなと思います。またですね、この当チャンネルの中ではこちらサクラの走行レビュー、そして収納や使い勝手の部分についても皆様にお届けしてまいります。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。